おっとっと、犯罪者は許さない。テレビのチャンネルをハッキングすることは重大な犯罪です。著作権法への同意、詳細についてはオペレータケーブルで確認してください。繰り返します。テレビのチャンネルをハッキングすることは重大な犯罪です。著作権法への同意、詳細についてはオペレータケーブルで確認してください。やあ犯罪者、著作権侵害の被害者になるのをやめましょう。それは非常に重大な犯罪であるため、もしあなたがテレビを消さないなら、私はあなたに恐ろしい罰を与えます。